わちゃわちゃホロスターズ。さあ今日も始まりました、わちゃわちゃホロスターズ。さあやってまいりました。もう早くも第4回目になるわけですけれども、はい、まあ、今回もですね、MC をさせていただきます。ホロスターズに来て、ユーゴグローベルです。本日はよろしくお願いいたします。そしてですね、本日も、まあ、ホロスターズからね、いろんなメンバーが集まっております。それでは、まずはですね、自己紹介していただきましょう。じゃあまずは大賀からお願いします。はい、どうも、荒上大賀です。そんなんだったっけ、そんなんやみたいなめちゃくちゃゆったりポヨンってのが始まったけどめちゃめちゃ丁寧だったなんかね、なんかそういうテンションがあ、そういうテンションだね。あの、やっぱ前回とちょっと変えたいなと思って。あ、なるほど。あ、やっぱいろんな一面を見せていきたいってことだね。そういうこと。なるほど。荒上大賀さん、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして続きまして、はい、はい、お前ら任務開始だ。ホロスターズ3期生、獣人の国からやってきたマフィアのボスこと影山シエンダ、よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、私の後輩が2人とも来てくれたということで、よ、もう今日俺先輩やから、先輩ずらしていくよ、大いに。大いにしていくよ。吹いてんな、そういや、なんかそんな風吹いてんなって思った。先輩風をそういう風にそんな風吹いてんなって、本番始まりますって言った時にトイレ行ってたんだ。やめてください、すみませんでした。この番組ですね、いろんな企画に挑戦しながらホロスターズの新たな魅力を多くの人たちに伝えていこうという番組になっております。はい、まあ、前回放送がまあ 1,2,3 回とありましたけれども、うん、なんか言われましたか、周りに。なんか、いや、まあでもなんか、うん、ツイッターのその評判とか見てるとやっぱかなり面白かったって、うん、評判ですよ。まあ、確かにね、なんか我々の公式番組、まあ、最初が生放送でそれ以降がずっと収録して、うん、まあ、動画投稿という形になってますけども、いろんな人に見られてるような感じはありますよね、実際ね。わちゃわちゃでツイートしてもらったりとか、まあ、あとやっぱり組み合わせが面白かったり、ね、うん、そう、まあ確かにそうか、まあ、珍しかった3回とか、めちゃくちゃ珍しかった。そう、俺とその、うん、3回の時は俺と天馬さんと立花さん、なかなか、なかなか今までコラボやったことある、その3人で。その3人でないないよね。だからなんかその3人でクイズやったんですけど、はいはいはい、みんなで見たわ。そう、みんなでその想像を合わせなきゃいけないみたいな、はいはいはい、あれね。そう、天馬さんの想像にじゃあもう合わせなきゃいけないっていう流れとかになっちゃって、なかなか一番合わせづらいやつじゃないですかね。いや、でもなんかそういう一面もあってね。そうだね、まあ今回はね、この3人ということで、まあ見覚えのある方も、まあ何かは、まあまあ、こちらはね、コラボやったことありますから。そうですよ、まあ我々はね、もうやめてください。おい、なんかトラウマみたいな、コラあのコラボがトラウマみたいに言うんじゃないよ。あの、やめろやめろ、刃の話やだ、刃、まあの話やめろ、まあ、もしかして鬼が。まあ、もしかしたらね、本日もそんな地獄になるかもしれない。ホロスターズ、わちゃわちゃ、第4回、早速始めていきます。はい、ではですね、まずはこんな企画をやっていきましょう。ホロスターズ、夢シート。おー、夢シート、夢シ、なんかまあ、聞いたことありますか、まず。なんかパッとこれを聞いて思い浮かぶものとかありますか。え、なんか、うん、今日見たい夢シートとか、なんかそういう、そういうあれですか。夢日記みたいなことはないんですけれども、そういうあれですか。なんですね、この企画はなんですけれども、はいはい、まあ、あのメジャーリーガーですね、大谷翔平くんが自分の夢を叶えるために高校生の時に作っていたというシートがあるんですね。おー、それのことをこの夢シートというように表現しております。なるほど、はい。でこのシートはですね、強い目標、まあ、いわゆる夢ですね、一番の夢というものを中心に置きまして、はいはいはい、周囲 9×9 の合計81マスに細分化した目標を書き込んだものとなります。81出ていますね、こんな感じで。はいはいはい、お二方の元にもね、多分資料があるかとは思いますけれども。なるほど、このようなものを作っていこうというような企画になっております。はいはい、ちなみにですね、この当時大谷くんが中心に書いた夢っていうのは8球団からのドラフト1指名。まあ、それに向けて、じゃあ自分は何が必要かっていうところを細分化して、ここまで細かく目標を立てる、これが高校1年生の時ですよ。これ俺あの野球の知識全然分かんないんで、ちょっとあれなんですけど、8球団ドラ1ってどれぐらいですか。やばいですね、やばいやばい、人気投票1位で他の人に誰も投票されてないです。すっごい分かりやすい今ね、はい、って思って。え、何ですか。10連ガチャで8枚 SS レア。やばい。それはやばい。それぐらいだと思って。それぐらい。12球団中の8球団からまた1位の評価をいただきたいということで目標を立てた。で、この目標を達成するために大谷くんが立てた具体的な目標っていうのをまず見ていきましょう。はいはい、まあ、要はこのドラ18球団に、まあ、必要になってくるだろうという目標ですね。はいはいはい、まあ、一つが体作り、
で2つ目人間性、うん、それからメンタル、うん、コントロール、うん、キレ、うん、スピードが160キロ160この時点すごいけどねほんまに。そして変化球、はい、そして8個目が運、なるほど、8つだったと。この時点でこれだけの目標を立てれるっていうの、いやすごいっすよ。考えたことありますか、ね、大賀君こんなの。そうですね、俺は言葉が濁ってますけど、本能で生きてきたのでなかなかその目標を立てるというのはね、なるほど、まあまあ、立てるよりももう思うがまま、まあそう思うがままに生きてきたのでね、うん、はいはい、ここもう5000年ぐらいそれで生きてきたんで思うがまま生きすぎだなかなかね、なかなか変えられないね。じゃあ5000年もそれでやってるとなると、そうだね、はい、まあでもただ今回です、本日はまあこれが1個企画に組み込まれております、はい、そんなメンバーにもですね、はい、シート作ってきていただきましたので、はいはいはい、順番に見ていくことにしましょうかね。ちょっとで、はいはい、まあ、その夢シート見ながら、まあ、やんややんや言っていくと。わかりやした。はい、じゃあまずはですね、はい、いきますよ。まずはじゃあ、はい、オーガの夢シートからいきましょうか。ほう、じゃあオーガの夢シート出ますでしょうか。はい、あ、あ、ですかこれは。なんかこれ、なんか俺ちょっと勘違いしてたから、はい、何勘違いしてたねこれはね、ないない、ほらパラメーターを上げてく的なことなのかなとああパラメーターを上げていく、だからね俺結局今より強くなりたい、うん、はい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 、なるほどね。強くなるために何が必要かって考えた時にこの、うん、まあ、究極進化なんかどっかで見たことあるような気がするけど、なんか何もんかわかんないですけど、荒上もんが究極進化、うん、しようとした結果、はい、どういうパラメーターが必要なのかなと。あ、はいはいはい、なるほどなるほど、はいはいはい、はい、じゃ真ん中にまあ軸となる、まあ、じゃあ一番のまあ目標は究極進化することやと。そういうこと、今よりも一段階強くなりたい。なるほど、はい、そう、なんかまあすごいですね、一ゲームのステータス画面を見たような感じですけど、ね、こん中でじゃあさ、まあ、ここの、はい、作ったけどや、はい、オーガの中では、うん、じゃあこの中では何が一番今自分には足りてないと思うの。まず運ですねなんかさ、なんか最近の俺の配信見てる人は大体わかると思うなんかちょっと該当するのが確かにわかるような気がするかな。なんか、そうオーガの配信なんか最近ことあるごとに開くとあーしか言ってない気がするんだよ俺あの正直他の項目に関してはだいぶ自信があるんですけど。あ、なるほどね、はい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 、あの他の項目がまあ RPG でいうところのレベル50ぐらいあるとしたら、あ、はいはいはい、運だけ1から変わってないんだ上げ忘れちゃった上げ忘れちゃってるけど、これ必要ないステータスだろうみたいな感じ。あらあらあら、どうしようもないからな。あ、まあ、まあでも確かに最近のオーガの運はちょっとあれだね。天井行くのが当たり前出てる出てる、何に対する運かって言ってるから。もうそれ天井って天井当たり前みたいなのさ、あ、そうやな、よくないと思うのね。まあまあまあ確かに、はいはいはい、ちょっと幸運なやつがねうちのメンバーにちょっといたりするのも良くない ね、ちょっとな。そうですね、吸ってる可能性もあれ運に曲振りしてるかもしれんね、もしかしたらあれは。まあだからね、やっぱりちょっと俺には運が一番足りてないよねじゃあさ、仮にだけどさまあオーガが今一番運が足りないって言ってるじゃん、はいはい、じゃあその運気を上げるために、はい、なんかオーガこれやっていこう、これやっていけたらいいんじゃないかっていうありますか。さらにこう細分化するとみたいな。まあ周りの人間の運を下げていくないんなんで自分を上げようということではなく自他を下げようとするんですか。俺らの運まで吸わないでくれ、うん、やめてくれや本番。だってさ、しかも、はい、自分の運上げるってさなかなか難しいよ。だって俺もさ、はい、この間言ったよあの今日だけは俺は天に祈りを捧げるって言ってあ、なる、あ、普段はやらないけど願掛けみたいなところでね。俺は魔人だからそうやな、そんなね天にね願いなんか変わりますないんだけど今日だけはって言ったのに、うん、結局来たのは天井ですよ。なんか天井が来てしまった。こう迫ってきたんや天井が。もうだから俺はね願いとか何かで運を上げるなんてことはもう信じないわ、ね、もうそれぐらいもう自分で上げるんやったらもう他をから吸い取ったりは下げてこう。そう、他のやつらを不運にさせることによって俺を相対的に上げるとオーガの1を他をゼロにすることによってね。そういうことそういうこと、まあ、プラスに見せるっていう。もう暴挙なのよ無理よもうそれはそれしかないのよ。でも俺にはもう無理やつ、手段がないそれ。どうなのしえちゃんはこんな暴挙を持って、あなたは他から運気を下げようとするらしいですよ。やめてシンプルにやめてが入ってやめて吸わないで。あ、そうじゃ
僕の中ではまあこの運だけ、はい、運がまあちょっと今のところ一番足りてないかなって。そうそう、他はもう全部足りてんの本当に目標達成してるやん。じゃあなんか俺の究極進化を妨げてるのは運だけ、運だけなんや。あ、運だけなんだ。あ、そうなんや。運さえどうにかすればもうあと究極進化できんねん。そう、じゃあまあ、まあ全体的に運が足りないというところで、まあ運気をちょっと上げていこうと、運上げようじゃないですね、他を下げていこうというような、そうですね、思考になってるという感じですね。はい、はい、じゃあだな。はい、じゃあまあそんな続きましてシェン君です。はい、シェン君のじゃあちょっと夢、いや俺言っときますけど、うん、めっちゃまともですよ。いや振りやん、もうそんな。逆にこれでまともなの出してきたらえってなるよね。そう、我々もうちょっとあれよ、審議よそれは、うん、そんなまともなシェン君のじゃあ夢シートこちらです、どうぞ。はい、お願いします。なんすかその反応なんすかその反応、はい、じゃあシェン君まずはまあ一番真ん中の大きな目標ですね。もう最強のマフィアになる。なるほど。さあ、なるほど、こっちの国に来てからまだね、はい、日も浅いし、まあ、もうちょっとでね、うん、あの1周年経つんですけど、うんうんうん、まあ、まだまだやれてないことが多いんですよ。はいはいはい、ね、まあ、こっちにまだこう慣れてきてはいるけれども、まだまだやるべきこともあると。まだまだありますから、うんうんうん、ということで、まあ、最強のマフィアになる、最強のマフィアになるっていうのがまあ一番の目標ということで。目標ですよ。でそれに周り囲ってのは、まあ、だいぶね目標立ててますけれども、しっかりと。いやそれはね、それは立てますでしょ。何ですか。何に対して切れてんの。何に対して切れてる。我々としては、まあ、すごいな支援ようやっとるっていう。すごいな。本当に。本当よ、もうこれは尊敬の。ちゃんと思ってますか。ちゃんと思ってるで。いやこいつ普通のことしか言わねえなっていやいや、だって思ってますでしょ。最強のマフィアって時点で普通じゃないから。そうだよ、最強のマフィア。最強マフィアになるために企業さんとコラボするっていう聞くと、なんかすごい悪どいことやってそうな気がするなっていや、まあ、そんなことはない。そんなちゃんとね、正規のね、はいはい、手順を踏んで、ね、踏んでね、なるほどね、コラボしたいって。この中でじゃあさ、支援はさ、一番これ叶えたいなんていうのはまずどれなの。いや、アニメに出るは普通にしたくないですか。なりたくない。あ、確かにね。どういう出演の仕方なの。そうやね、どういうのにもよるよな。あ、まあまあ、それは声優として。あ、そうそうそう、自分が声を当てて。じゃあこう影山なんかこう、例えばホロスターズのアニメが出るとかじゃなくて、もう支援がもう役として出たい。そう、そう、影山支援として声優さんとかで出たい。そうそうそう、キャラクターに声を当てる的な感じで声を当てて。あ、ね、じゃあもうなんか命を吹き込みたいんだね、支援の場合も。影山支援という存在を出すのではなく、何かにこう影山支援としてこう演技をしていきたいという感じですね。そうそうそう、はいはい、なるほどね。はい、ということでね、まあお二方の夢シート見ていきましたけれども、はい、まあね、ちょっとここまでだと時間の都合上ね、9マスしかできなかったので、はいはい、まあ、この続き、要は9個になってるとか細分化したやつ、うん、というものもね、個人のチャンネルでね、その続きを配信したりなんだりしてもらえればなと思いますので。まあ、ロブさんのも出てないからね。僕今日は MC なんで。ロブさんのも出さないといかないな。僕は一応これ出したんです。あ、じゃあ僕はね、これ一応出したんです。うん、はい、すっげえ普通のこと書いてたんです。俺とそんな大して変わりない。怖いことね、支援より普通。めちゃくちゃ支援より普通のことをね、書いてしまいましたね。なるほど、はい、まあ、まあね、この続きとかちょっと、まあ、またね、この3人とかでコラボするときになんか、まあ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 、あの時のあれちょっとやってみようとかもできたりするんで、まあそういうことをね、ちょっと一緒にやっていけたらなと思います。はい、はい、以上、ホロスターズ目標達成シートでした。そして続いてはこちらの企画です。ホロスターズ変身号、まあ、お二方、まあ、最近ね、ちょっとメールをする機会とかもあまりなくなってきてるかと思うんですけれども、しかもですね、はい、まあ、まあ言ったらもう4月を迎えたわけじゃないですか、新生活っていうところで、はいはい、まあ言ったらこう学年が上がる人もいれば、もう新しく社会人になる方もいらっしゃると、はいはい、そういうところで、まあメールの返信っていうのは、まあ、少なからず通る道なんじゃないかというところで。そうですね、まあ確かに。ただそんな方々に向けてね、まあ、メールが来た時どう返していいか分かんない、なるほど、っていうような経験がね、多分お二方にもあるかと思うんですけど、どうですか、なんかこれちょっと返しにくいなみたいな、ちょっと返し方分からへんなみたいなありますか。距離感バグってる人からのメールとか返しにくいですよね。ヤッピーみたいなね、なんか急に何か来られたらお前とこんな仲良かったっけみたいな、意外と詰められたりする時もあるからね。そうです、まあ今日はですね、はい、まあ、そんなメールが来た時、今回この参加している我々メンバーどう返信するのか、はい、まあ
そんな返信をちょっと見ていこうというような企画となっております。なるほど、はいはいはい。まあじゃあちょっと今回はですね、うん、まあ、何個かちょっとメールのお題がありますので、うん、まあ、いろんなメールがちょっと来ていますので、はい、まあ、皆さんねいつもの感じで多分返信してもらったと思いますので、うん、はいはい、まあ、それぞれちょっと確認していこうかなと思います。なるほど。で、はい、まあ、ちょっと全部で結構ね個数がメール自体の個数がありますので、はいはい、まあ、ちょっとこの回答はこの人の見たいなみたいに選択性も可能ではありますので。なるほど。ちょっとあの何通か全員分を見て、ちょっとその後はこの人のちょっと回答を見てみようみたいな流れにしていこうかなと思います。わかりやすい。はい、はい、では行きましょうか。おい。では一番最初のメールです。こちらです。同性の友達からの相談のメールと、うん、はいはい、今会社に気になってる子がいるんだけどデートに誘っても嫌がられないかな、やべえ好きになってきた、俺いけるかな、こいつやばいやつだよ、ね、あそこの開業の間に何があったやろな、打ってる最中、ね、じゃあちょっとこれに対する返信ですか、はい、じゃあこれはまあ1問目なんでね、全員分のちょっと返信見ていこうかなと思います。はい、それではまずはこれは僕のから見せますか。あ、なるほど。じゃあではですね、私のこのメールに対する返信がこちらになります。どうぞ。興味ないだろこいつに対して。そうなー、ね、絶対興味ないなこれ、ね、いや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 、まあどうでもいいなーってめんどくせえな変な、違う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 、はい、いや、でもこれはさ、なんかさ、はい、まあ、やっぱ当人間たちの問題でさ温度感もあるわけじゃない。はいはいはい。で、まあね、そこの部分で、まあ、ご飯に行くだけなら別にさ好き嫌いとかたがわず、まあ、温度感も測れると思うんで、これは僕なりの優しさです。なるほどね。あ、まあ、まずこれジャブ打ってみれば、ジャブ打ってみなって言うと、まあ、はいはい、背中を押す感じのね、まあ、飯行くだけ行ってみればっていう返信なんですけど、なんでしんそんなに怪訝そうな目で見てるんですか。すっごい首ひねったな今な。いや本当に興味なさそうだな。本当にどうでもよさそう。割とねこういうドライなとこあるよねロベはね。あ、そうね。それはやっぱお二人から見ても僕って多少ドライなとこあるんですか。もうドライエモンですよ。ドライエモン適当すぎか。まあお前もちょっと今ドライなとこ見えたから。お前に関してはドライというよりはもうどうでもいい。あ、違う王が適当なんだ。適当だから。ほんまに良くないですよ。でまあでもまあテンプレートとしていいんじゃないかなとね。まあまあまあ検証してはね、不可もなく不可もなく、うん、そうそうそう、まずはそういうところねちょっとやっていこうかなと思ったでございますけど、はいはい、じゃあ次はオーガからいきますか。はい、はい、じゃあこのメールに対するオーガの返信こちらです。その子なら今隣で寝てるよ。おい。お前さ最低。いやいやいや、何これ。これはね、相手の緊張感とかちょっと舞い上がってる感じを若干冷めさせるというちゃんとした戦略があります。精神攻撃してんの。だからこれを聞いてドキッとして、お前ちょっと舞い上がってるだろ、冷静になれよっていう意味も込めての、うんうんうん、実際ではないです、これはただ冗談で。ああ、冗談でね。ちょっとまあ落ち着いた方がまずはいいんじゃないかというね、冷静になってみようっていう、ね、やっぱりガッツく男っていうのはやっぱ女の子から見たら、うん、興味がない男からされたらもう好感度下がる一方じゃないですか。まあ確かにな、それはあるかもしれへん。だからまず落ち着けという意味でのこれです。にしてもこれはねビビるよ。ちょっと攻めたよなこれはな。ビビるよお前。しかもあれやで、お前当店もビックルマークもないやんけお前。そう、めちゃくちゃ怖いでこれ。それもやっぱ冷静になれというね。あ、なるほどね。熱くなっても仕方ないじゃないですか。ちょっとヒヤッとさせたいというか、そうそうそう、ちょっと落ち着きなさいって感じなんやろ、ね、多分ね。そういうこと。こんなことすんねやて大川氏。冗談かどうかこれわかんない。わかんないよね。わかんないよ。わかるよ。わかるよ。難しいぞ。判断材料がちょっとあんまりなさすぎる。まあまあその友達との関係値ともあるから。仲いいんだもんね、どうせ友達からってことはね。なんか冗談を言い合ってる仲なんでしょう。そういうことです。私は多分その子に対して興味がなかっただけという。そういうことです。さっきの回答はね、そういうことです。続きまほんとかい。続きまして、はい、では支援のこの相談のメールに対しての返信はこちらです。はい、言ってよし頑張れ応援してるぞ本心。ああ本心を括弧で囲むパターンですか。もう俺もこれ冗談めいた感じです。あーなるほどね。そうそうそう、関係値的にはもう親友的なポジションなのかなって思って、はい、もう本心とこれ逆のこと言ってます。あ、なるほどね。あ、でも一番この今までの3パターンの中では支援が一番応援はしてる感あるよね。でしょ、うん、でも俺最後にちゃんと頑張れ応援してるぞとは言ってるんです。そうだ、ね、このメールの文面見て俺シエピの顔が AA に見えてきた。アスキーアートに見えてきた。アスキーアートやな、これ確かに。行ってよし。行ってよし。まあでも応援はしてるからね、めちゃくちゃ励みにはなるようなメールだね。そうです。いやでもね、うん、ちゃんとね、まあまあまあ親友として、友達として返すならこうだろうなっていう俺の返信。なるほどね。なるほどね。わかりました。
あでもなんか三者三様だね。なんか出るね、ちょっと人柄というか我々がね、個性がちょっと出るような。うわ、嫌やな、こういうのってあんまやってこなかったもんね。いやー、ないっすね、これ確かにやつけちゃいますよ、これつけるな、これな、これつけちゃいますよ。俺ちょっと次のメール、しかもこれなんてアンケート答えたか覚えてへんねん。そう、俺もね、俺も嫌やわこれ。俺も全部覚えてない。確かに、何書いてたの。確かに次いきますよ、じゃあ、はい、じゃあ次お願いします。はい、じゃあ次まずは相談のメールこちらです。はい、相談てかメールかな。はい、ちょっとめんどくさい友達からのいきなり来たメール。おは、ちょっと今暇なんだけど。あー、これ対策です。はいはい。じゃあこっからちょっと指名選していこうか、ちょっとね。あ、指名選。何人かのちょっと見てみようか。はいはいはい。これ俺ちょっとひどい回答したけど。見たい。あ、じゃあちょっとこれまず僕の返信。あ、じゃあロベさんから。はい、じゃあ僕の返信こちらです。あー。なんか愛もちょっと感じない？ちょっと。あー、まあまあ、まあ、でもちゃんと笑えるからね。そう、文面的に、ね、そうそうそう、なんか多分ね本当に鬱陶しいと思うのこれ。俺からしたらまあまあ、でもちょっとこうユーモアというかね、愛のある形で返信をしてあげてるようなちょっと優しさも見せてみたんですけど、はいはいはい、これどうですかね。いや俺はこれいいですね。いいよねこれね。も俺もまあ全然、うん、ありだと思います。ちょっとさ、これ全員の見る、これなんか、まあ、全員の、まあ、これ短いでしょ、ね、これ短いしね、うんうん、見ますか、パパッと見ますか。じゃあちょっと次オーガの見てみます。はい、はい、なんだっけな。はい、今はその暇を心ゆくまで楽しみたい、ね、もう後が怖いじゃん。なんでお前常に達観してるんだ。お前はこの後俺に馬車馬のように働かされるの。そういう関係値だね。はいはいはい、はい、こっから何かが起こるんだよね。あとは知らんぞと。そうそうそう、今だけ暇を楽しんどけ、最後の暇かもしれないぞと。まあまあ魔王っぽいな。確かに。じゃあこれそのままシエちゃんもいきますか。あ、じゃあお願いします。じゃあシエちゃんもの返事。俺なん、はっ、うーわ、これはひどい。うわ、あーなるほどな、なるほど。これちょっと素直に言ってみ。なんでマジでやってるでしょこれ。いや、やってないです。やってない、やってない。この手法はですね、使う人多いと思いますよ、これ多分。いやね、あのね、俺はマジでこのメールに関して、この来たいきなり来た友達っていうのはマジで面倒くさい友達だなって、はいはいはい、いう関係値で考えて、うん、ごめん今気づいたっていう返信。これちなみにあれでしょ、この1日置いててあるけど、もう来た当初からもう気づいてはいたんだ。あ、もうあの通知で気づいた。まあまあまあ、俺に対してなんかロベさんちゃんと返信してくださいよって言ってたし、と思えない返信。確かに俺ちゃんとロベさんは返してますよ。ロベさんはちゃんと返してます、はい、オーガにも返してあげてるじゃん。オーガにも返してますよ、まあ、多分、ね、そういうとこちょっと律儀なとこ律儀なんだよね。まあ確かにね、返事は早い、うん、返事は早いから、まあ多分こいつは相当面倒くさいんだろうなって。関係値みたいのもね、まあまあ、あの考えながらだもんね。そうそうここはね、そうですね。はい、ちょっと面倒くさい友達からのいきなり来たメールでした。じゃあ続いてのメールいってみましょうか、はい、続いてのメールこちらです。遠距離恋愛中の彼女から夜来たメール。ー、はいはい、遅くにごめんね、ちょっと考え事をしていたら眠れなくなっちゃった。なるほど、これなになに、おい、オーガちゃん、なになに、オーガちゃん今出たよ。なになになに、オーガちゃん今出ましたよ、良くない発言。でもほら、めんどくさくないですか。まあまあまあ、でも遠距離恋愛中ってのはあんねやろね、普段そんなに会えない。このメール送ってきてどないせえっつうんですよ。オーガの回答。あ、ここまでさ、3パターン違うからさ、ここまでちょっと全員分明らかにしてる。まあまあまあ、なんか友達系、まあちょっと関係値薄い友達系で、はいはい、まあ言ったら恋愛系じゃないですか、はいはい、ここまでちょっと見てみますか。なるほどね、はいはい、これじゃ、まあ、誰からいきますか。じゃあ俺から行って、うわ、シエン君、うわ、なんかすごいシエンやった。シエンの返信メール、うん、こちらです。ほい、俺もなんか寝れなくて、お揃いだね。合わせるタイプだこいつ。いや合わせるでしょお前、何言ってんの。合わせるタイプだよお前。合わせるだろ。合わせるんだお前、ひでえやつだなお前は。パターンね、そういうパターンね。付き合ってあげるタイプだ。そりゃそうですよ、だってお互い依存するタイプだこれ。お互い依存するタイプ。当たり前ですよ、強依存ですよ。好きそう、支援。そんなん強依存、支援好きそうやな。当たり前じゃないですか。いやでも、ちょっと考え事して眠れなくなっちゃったって、やっぱ不安をこっちに委ねてきてるわけです。だからこそ、あ、じゃあ俺も不安なんだよっていう気持ちをこう共有してあげた方が、少しは心が軽くなるかなっていう意味でのお揃いだねっていう返信なんです。わかりますか。あー、これはシエちゃんもやってんね。やってんな。なんすか。やってんな。何やってん。遠いの好きなんだもんな。好きです。いやでもね、まあ、彼女からしたらな、これはまあ、まあ、安心するわな。嬉しいだろうね。相手からしたらね、嬉しいでしょ。じゃあ、オーガ行く次。ああ、はい。まあ、でも俺はね、じゃあ、オーガの返信メール、こちらです。はい。そっち行くわ。今、ゲート開くから待ってて。なんかさ、
なんか全部さ、なんだろう何と付き合ってた俺はほら、だって夜中でもさ、いけるわけですよ、これ。あー、まあ、あれしてこれすれば。あれしてこれすればね。あの、魔法を使ってね。そうそうそう。ご都合主義の魔法を使って。俺もやっぱりね、なんだかんだ言って、やっぱり、まあ、恋愛中の女性に対しては、そんなきついことできないわけですよ。なるほどね。あで、そのメールでちまちまやるよりはもう目の前に行った方が早いでしょ、これって。確かに、まあ、はいはいはい、まあ、オーガだからこそできることだよね、これはね。遠距離恋愛中といえど、まあ、オーガはそういう門を開けるから。そうそうそう、どこでも、うん、危ないのが出てきましたけれども。それでいけるから、まあ、待っててという回答ができるわけやな。これは彼女安心するやろ。まあね、そんな2人の回答でしたけれども、はい、じゃあ、続いてのね、ロベさんの回答をお願いします。ロベさんの回答、こちら。ねえ、笑いをさ、ちょっと入れときたいっていうのは病気かな、これは。ねえ、うん、ちょっと笑わせ要素入れたいなってなっちゃってるの。いや、ねえ、あの、これやってる時は一番恥ずかしかった。これの返信をアンケートで答えた時一番恥ずかしかった。いや、まあ、俺一番これどうすんだろうなって思います。ロベさん、ロベさん、これどうすんだろうって。まあ、聞くは聞きますよ、やっぱりどうしたんて。まあまあまあ、どうしたんて。まあ、でもその要するに、うん、ね、こっちが深刻にならずに、うん、向こうが気軽に話せるような状況をね、一言目でこう作ってるんですよね。はい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 、軽い空気を、はいはい、ジャブをね。あのね、俺ロベさんがこれを実際に返してるのも想像できるんですよ。容易に想像できちゃう、これ。やったことないですよ、こんなん。こんなんやったこと、やる機会もないしね、今後ね。いや、もうこれはね、いい勉強になったわ。はあ、なんなら俺これ、あの、ソシャゲの推しキャラとかに言ってる可能性あるもん。あー、言ってるかもな。まあ、とりあえず聞いてあげはしようかなっていう感じ。なるほど、はいはい、まあ、でも性格出ますね、これは。性格出るね、やっぱりね、うん、こういう系統ね、出ますね。はい、じゃあ続きましてのメール行ってみましょうか、はい、続きましてのメールですが、こちらのメールです。はいはい、未来の自分から来た謎のメールへの返信。未来の自分、丸々、実は私、未来の君なんだ。これからの君の人生を知っているよ。一つだけ聞きたいことがあれば何でも聞いてもらっていいよ、というようなことに対しての返信。はい、じゃあこれに対する返信、じゃあ俺からでいいかな、ここはね。はい、じゃあ、なんて答えたかな。じゃあ俺の返信こちらです、どうぞ。はい、はい、上から目線だ。あー、まあ聞きたいんやろね、多分ね。はいはいはい、お前幸せかと。なんか、何でも聞いてもらっていいよって言われると、なんか、いや、逆にお前今どうなみたいな。そう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 、痛くなっちゃいます。なっちゃうのよね。だから、まあ、一番前提としてやっぱ俺自身が幸せでいることがね。なるほどね、まず大事ですから。まあ、まずは幸せでいるかどうかっていうのを聞いたんですよね。じゃあ続きまして、オーガの返事こちらです。はい、はい、口調違いすぎて笑う。本当に言うお、ちょっと丸くなったやろな、多分な。なんかがあったやろな、ね、だったら、ね、お前の普段の口調も返信変わってるじゃないか。これは変だって、メール口調だから。口調違いすぎて笑った。笑った。いや、多分ね、俺これ疑ってるから、未来の自分と思ってない。はいはいはい、まずね。本当なのか分かんない。そう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 。スパムかもしれないし。スパムかもしれないし。だってさ、自分がさ、例えば、あの、荒上音楽が、うん、実は私、未来の君なんだって言うと想像できますか。そこの部分はできそうだな。できちゃう。そこの部分で、ちょっと次のやつやってみて。一つだけ聞きたいことがあれば、何でも聞いてもらっていい。そこはまあ確かにな。いやでも、ありそうだぞ。そう、ありそうかな。30万年後のオーガとか、うん、ありそうだけどね。30万年後の俺、まあでもね、そう、だからまあ、あの、俺はこれは口調違うなと思って。なるほどね、まあちょっとなんか、はいはいはい、疑いの疑念の見事。疑念もあるし、聞きたいこともないから、未来だから。なるほどね。そう。口調違いすぎて、バロタでまずは片付けてしまう。そういうこと。なるほどです。はい。じゃあ続いて、支援の返信いきますか。はい。はい、じゃあ支援の返信、こちらです。俺の人生、悪くなかったな。これさ、もう死ぬ間際の未来の自分から死ぬやん、もう この未来のこの子。いやいやいや、死んでるやん。いや、死んでない、死んでないから、そこにこれ完全に、なるほど、あの、究極マフィアになって、すごい、過去にメール送れるマシン作って持ってきてるおじいちゃんの人生。俺の人生、あ、だからね、そこに至るまでの人生悪くなかったかだよなってことだよね。そうなるほどね、はい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 。でもさ、CAP、例えばさ、自分が、あの、幼稚園とか小学生の頃の自分から俺の人生悪くなかっただろうって言われたらどう思う？何こいつ何こいつそういうことだぞ。いやでも、
幸せかと同じだと思う、まあ、気になるよね。なんかどうなってるかだもん、今までそう歩んできた道のりみたいなのがどうかってことや。まあまあまあそうそう。でも逆になんか全部聞いちゃったら面白くない。それはそう、それはそう、みんなそうだよね。でもそれはね、ムードムシン、これでさ、これなんかさ、既読かなんかついてすぐ2秒ぐらいだ、全然って書いてきたら悲しい話俺の人生楽しくなかったのかな泣いてまうな、そんなんだ楽しくなかったのかなって、へこちゃいますねはいはいはい。さあ、未来に向かう北謎メールの返信は、まあこれまた人柄が出るというか、はいはい、なんかまあまあ全てを聞きすぎてもよくはないなっていうところよね、うん、まあそれと一人は疑っていたという感じでした。さあ、そして、はい、次が最後のメールになるのかな、はい、はいはい、これちょっと大変なメールやで、また我々にとっては。どんなメールだろう。じゃあこちらのメールで、続きましてのメールこちらです。ドン、はい、あ、意識していない異性の友達から飲み会の帰り道に来たメール、はい、異性の友達、今日はありがとう、私〇〇さんのことが好きですと、うん、うわー、これはまた出ちゃいますよ、ね、意識してないんやもんね、我々そうからすれば。そ そうね、これはなかなか難しいよ。難しいよね、まあ、考えている関係値とかがなんか違いそうだから、うん、また返信の仕方、これいろいろ変わってきます、ね、これだいぶこの異性の友達頑張ったよね、これは多分ね。まあ確かにね、これはだいぶと、まあ送る側もね、勇気いるものだから、ね、そこを汲み取ってやっぱ返事をしなきゃいけないって、ね、それはもちろん真摯に ね、我々も難しいところではありますがこのメールで我々は気づくってことだよね、言ったら。そう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 、今まで意識していなかった異性の友達から届いたメールってことは、そういうことよ。忘れた、やばい、なんだっけな。じゃあこれもまあ私から、あ、じゃあロベさんから、ロベから、それでは、意識していない異性の友達から飲み会の帰り道に来たメールへの返信、僕は公開しました、こちらごまかしたこいつ、あ、最低だ、最低だよこいつ、あ、めちゃくちゃ勇気出したのに相手はごまかしやがった。じゃあね、飲み会やん、飲み会だね、飲み会の帰り道に来たメールですやん、はいはいはい、やっぱ飲んでるわけですよね、多分、はいはいはい、そうだね。で、やっぱそのお酒の勢いだけで行ってしまっていたら、やっぱお互いに後悔が残ると思うんです。でもちゃんとした手順をね、踏みたいと思うんですよ。でもこれ逆に言われた側になってみたら、好きですって言ったのにこれ帰ってきたら、もうこっちもなんかごまかすしかないやってなっちゃうと思う。やっぱ最初の感じ、ここで一気にこう答えを決めるのではなくて、この一個のアクセントがいるかなっていう返しです。でもこれ返しにくい、酔っ払ってるって、そこからさらにこれ女の子を返しにくいよ。まあここからもう畳みかけるしかないですね。あとちょっとすごいこと、ちょっとこの状況まだ楽しみたいよ俺多分あー出たな、出たな、出たな、ユーコクロベル出たぞ。もしかしたらこの状況まだ楽しみたい自分がいるのか。あと1回くらい好きって言われたいんだろうこの後。あーあーあー出たな、ちょっと出たねこれはね、やっちまったなこれは、やっちまったなじゃないでしょ。でも気持ちはわかるでしょ、なんかこの飲み会の帰りじゃなくちゃんとした場でというか、まあ、まあ、お互いこうこっから食事なりなんなりね、二人で飲み会だからしょ、はいはい、他の人もいたかもしれないですね、まあまあまあ、二人きりの時間を作りましょうっていう、まあ、うなるほどね、まあまあ俺もなんて言う、でも逆に言うと、じゃあ異性の意識してない友達でもこう言われたら二人きりの場を作っちゃうロベ、あーでもねこれは多分ね、これどっちか考えたの、これ2パターンだと思う。なるほど、これ多分言われたらちょっと俺は引いてしまうかもしれないちょっとあのたじろぎの方がまさかしら、まあ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 、結構そういうタイプねっていう、なるほどね、なってしまうことがあるんで、まあ、だったらその好かれてるって状況自体はちょっと長引かせたいと、まあ悪い気はしないですねなるほどね、これをどう感じるかは聞いてる皆さん次第ですあのすいません、あのここ全部カットしてもらってもいいかということでダメです、はい、続きましてじゃあオーガの、はい、じゃあオーガの返信こちらです、はい、メールで言うな。そういうことよ。そういうことよ。正論。そういうことよ。いや。でもさっきのロベさんとは違う。俺はちゃんと言えって言う。これはね。まあまあまあ確かにね。そう。確かに。これだったら後日例えば酔いが冷めた後でもね、またもう一回言えるじゃない。うん。そう。言い方よ、すべては。いやこれなかなか鬼畜じゃない？俺より結構なかなか鬼畜だよこれ。これ普通じゃない、でもメールで言ってほしくなくない、こういうのって言うにしても。でも。言うなだもん、言うなって言うなだからな、でも可能性をちょっと感じない、メールでは言うな、そう、単直接言えっと、そしたら振ってやるぞってちょっとメール足らずじゃないかなちょっとこういうのは、そう、こういう短いのがいいのよ、あーもうスパッと言い切ってしまうということね、だって荒神ヨーガがさ、あ、いきなり言われてちょっとびっくりしちゃったけど、この
そういうのは直接言ってほしいなっていう文面を書かないでしょう。まあ確かに、はいはい、そういうこと、あお前の口から聞きたいと、うん、そういうこと、そういうことだ、はい、はいはい、ではいやでもこれに対する支援の返信、うん、めっちゃ気になる。シエピどうなの。いやまあ俺は普通ですよ。あ聞きますか、そんな支援の返信、はい、こちらです、どうぞ。正気か、それではね、はい、今回ね、はい、えなんでこんなね、うん、えそれで、はい、それではね、まあ、今回ね、たくさんありましたね、いろんなね、うん、返信をやってみましたけれども、うん、いやまあね、これ誰の返信がやっぱ一番良かったかなっていうところ、いやでもやっぱそれぞれみんな良さが出たよね、やっぱり、ね、やっぱ性格出たなーっ、ね、オーガのめっちゃ良かったよ、ね、あバッと言い切る形めちゃくちゃ良かったと、でもね、俺もね、ロベのね、メールやっぱ良かったな、ね、なに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 早く言え、なにうっせんだ、早くしえ、正気か今のお前が、お前が正気かだよ、我々から。え正気か、正気か、いやいやいや、本当のメールかって思いますこれ。あだってえこれ嫌がらせかもしれない、チェーンメールが来たかもしれないと思ってる。そう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 、実績じゃない友人から、そうそうそうじゃないやろえあでも支援からしたらやっぱいきなり来られるとちょっとやっぱ、いきなり来られると怖いじゃないですか。だ変いろんなことを想像してまうやろな、多分な、これ本当にあの人が送ってきたメールなのかとかさ、そうそうそう、そういうこともいろいろ加味した上での正気かなのかな。なるほどね。うん、これ多分ね、気づいてしまいました。なんですか。多分ここにいる3名全員、はい、望まれた返信してません。いやでもさ、この逆に言うとこの3人という状況でこれをやったのが間違ってる、はい、まあそうだな、そういうことよ。それじゃあ我々に正規の返信を求めるのがダメです。それこそ正気かよね、やっぱ我々。正気か、正気かってなる、この企画正気か。お後がよろしい。はい、ということですね。まあでもそれぞれ本当に三者三様というか、うん、いろいろな形の人が出るね、やっぱりね、メールの返信とかはね。まあでも俺が好きだから、楽しかったから。なんかさ、配信とかでやる、配信とかでなんかやってみたい ね、やりたい。いろんな人の聞いてみたりしたい。他の人のね、気になりますね、うん、ちょっとこれはちょっと使えるというか、うん、我々普通のね、こなんか配信とかでも使えるようなものになるので、まあそういう機会があったらね、また見に来ていただければなと思います。はい、以上ホロスターズ変身王でした。はい、というわけで、わちゃわちゃホロスターズシャープ4、本日はここまでとなります。はい、今日はお二方どうでしたか。じゃあ王がどうでしたか。まあやっぱそれぞれね、もうずっとまあやってきましたけれどもやっぱこのメールの返信とかってなかなかね、ないね、あ見ないからやっぱまあ新しい一面だったり、こいつ正気かみたいなね、うんうん、ところあったりしましたね。正気なやつは多分一人としていなかった一人としていなかった多分そうだね、ちゃんとした回答になってたかさておきね。まあ逆にだからこそ俺たちがこれで選ばれたのかもしれないね。確かに、ああなるほどな、うん、そういうアウトロー的な感じ、うん、アウトロー、俺たちアウトロー俺たちアウトロー、私たちアウトローでございます。はい、はい、じゃあ支援どうでしたか。いやまあね、メールの返信しかり、夢のシートとしかり、うん、まあ今回ちょっと出て大丈夫だったのかなって思う大丈夫大丈夫、カットされてるよ多分。あ全部カットされてる大丈夫あ本当に。じゃあ今回これないもうないかも、わかんないよ。まあまあまあ、みんな最初にわーわちゃわちゃホロスターズです、では以上どうでしたかってなってる可能性もあるから、可能性もあるから、うん、あなんまあでもなんかこの3人でちゃんとしたなんか、うん、ちゃんとしたっていうか、まあ企画自体はこうあんまりこうやってこなかったんで、うん、鬼、あ、止めた、ほんと、せっかくよ、よ、やいば、やめろ、それ以上はいけないだからやってる。まあまあね、今後ともね、なんかこの3人でね、いろいろな企画とかできたらなって思います。今日は楽しかったです、はい、ありがとうございました。だって、そんな2人はさ、はい、はい、しかもあなたたち、多分これが放送される頃にはもうあれが近づいてきてる頃合いじゃないですか。え、あれが、あれ、あれですよ、あれ、あれが来てしまうのか。あれなんだっけ、一体何なのか。あなたたちの1周年でしょ。ああもうすぐなんじゃない、これが投稿される。CAPがああ、ツイッターで牢獄に入れられてもうすぐで、はいや、1周年なんだ。早っ1周年、はいや、早いね。ああそうね、これがと、まあ、4月の末ぐらいにかけてかな、多分デビューになってくるので、まあ、ぜひともね、うん、その1周年も、まあ、みんなでお祝いをしたりとかしていけたらなと
思います。はい、よろしくお願いします。視聴者の皆様にはですね、こんな企画をしてほしいであったりだとか、まあ、こんなのが見たいっていうものがありましたら、コメント欄にぜひとも書き込んでいっていただければと思います。はい、お願いします。それでですね、また次回のわちゃわちゃホロスターズもお楽しみということで、お二方締めの挨拶を覚えてますよ。おい、ポカンとすんなよ。おい、ポカンとすんな。覚えてるよね。大丈夫な気がする。あの、俺も不安になってきた。え？俺も MC。俺も不安になってきた。じゃあ、せーので、せーので、はい、せーので、はい、せーので、はい、はい。じゃあね、また次回のわちゃわちゃホロスターズもお楽しみということで、じゃあ、いきますよ。はい。はい、じゃあ、せーの。おつさーん。バイバイ。あった。合ってた。